こんにちは、いななです。今日はこの間私が YouTube のアイコンを募集したんですよ。その YouTube のアイコンのハッシュタグをつけて Twitter と Instagram に投稿してくださいっていうやつで、たくさんの方から絵のね、イラスト、かわいいイラストが送られてきたので、ノミネートした絵、イラストたちを紹介して、で、最後にその中から、アイコンにするイラストを選ぼうと思います。ということで、皆さん本当にたくさんのご応募ありがとうございました。ノミネートめちゃめちゃたくさんあるんですけど、よければ皆さん見ていってくださればと思います。うん、最初はメンマくん33333333。メンマくんね、メンマくん、このイラスト、なんかめっちゃゆるくて、ツインテールが餃子みたい。めっちゃツインテール餃子みたいなんだけど、決してふざけてるわけではございませんって書いてある。もう、かわいいです、めっちゃ。ありがとう、インナーカラーバッチリだし、ありがとうございます。なつみさん、なつみちゃん、なつみさんのイラストです。これめっちゃかわいい。これなんかめっちゃこのさ、なんとも言えん、このなんかこの角度がめっちゃ可愛い顔の。いちごのクッションみたいなの抱いてるし、これめっちゃ可愛い、ありがとうございます。次、るいちゃんかな、るいちゃん、これめっちゃあれじゃんね、くろみちゃんと後ろにこれ何、あ、牛乳だって。これ書いたんかな、美味しい牛乳って書いてある。可愛い、めっちゃ背景までめちゃめちゃ可愛くなってる。超かわいい、これツインテールで茶髪で、ありがとうございます。目がピンクなのが嬉しいわ。では次、次、小鳥さん、小鳥ちゃんのイラスト、なんかめっちゃこれゆるくて、なんか絵の色合い、全体的な色合いがめちゃめちゃゆるくてかわいいと思ったんだけど、めっちゃかわいいなこれ。この口ももうなんかめっちゃちっちゃい、めっちゃかわいい。かわいい、ありがとうございます。緑インナーだし、しかも嬉しいでございます。じゃあ次、ハピタン、ハピちゃん、ハピちゃんのイラストです。これはあれじゃんね、なんか YouTube のマークついてる。かわいい、めっちゃインナー紫だ。ちょっとなんか特に髪色の指定はしてなくて、みんなが描きたいようにしてくださいって言って、多分この子は紫のインナーが好きだったのかな。嬉しい、めっちゃ。可愛く描いてくださってありがとうございます。ゆうりちゃん、ゆうりさんのイラストです。めっちゃ可愛い。やばい、なんかこのさ、なんだろうな、超可愛い。このさ、いななチャンネルって書いてあるのもめちゃめちゃ可愛い。この文字も可愛いし、超可愛い。なんかめっちゃ嬉しそうに持ってる。可愛い、ありがとう、本当に。ほっぺたがめっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いです。ありがとう。まなちゃん、まなちゃんのイラストです。なんかつむつむにいそう。つむつむにいそうだね。めっちゃ可愛い。しかもあれじゃんね、インナーカラーピンクだし。可愛く描いてくれてる、ありがとう。もう私こんな現実可愛くないよってな。嬉しい、本当にありがとう。めっちゃ可愛い。さっきから可愛い可愛いしか言ってないんだけど、本当に可愛いんだもんな。困った、これは。もう困った、こんなうつ伏せになってる状態なんかな。めっちゃいい、めっちゃいい、ありがとうございます。本当にいちご大福、いちご大福ちゃんのイラストです。可愛い。なんかこのさ、なんなんかな、なんか人それぞれ絵のタッチが全然違うのもめちゃめちゃなんかこう個性が出るなって思うし、で結構これさ、なんかさ、なんかなんだろう、結構キラキラツル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 みたいな絵じゃんか。めちゃめちゃ可愛い、本当に。悩む、ありがとう、本当にすごくすごく可愛いイラストです。みゆちゃん、みゆちゃんのイラスト、かわいい。毎回、って。
めっちゃあのさ、なんかこのな、お化けみたいな、お化けじゃん、もうお化けやん。なんかこの髪の毛もわもわなのもめちゃめちゃ可愛い。ありがとう。なんか何考えてるかわからん顔してるな、これ。こんな女になりたかったです。ありがとう、本当に。ひょっこりキハチュン、待って読めない、ひょっこりキハチュンさん、ありがとうございます。これめっちゃ可愛いな。何これ、何これ、ウインクしてる。現実のイナナはこんなに可愛くウインクできません。阿部さん、阿部さんのイラストです。ねえ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 、おしゃもじ持ってる。おしゃもじ持ってんだけど、やばい。あのまたアイカツの話になるんですけど、あの主人公の子がね、おしゃもじをマイクに持ち帰るんですよ。それでなんかおしゃもじをね、あのお守りとして持ってるんですよ。めちゃめちゃ可愛い、おしゃもじ持ってる、可愛い。ありがとう、いちごちゃんだ、ありがとうございます。シャオさん、ありがとうございます。これめっちゃ可愛いよ、クロミちゃんのピンついてる。涙袋がぷっくりしてて、すごく地雷味があって好きです。ラブです。ありがとうございます、本当に。やばいな、これめっちゃ迷う。お次、 TKT さん、ありがとうございます。かわいい、なんかちょっと等身じゃないけど上半身、めちゃめちゃかわいい。このさ、袖のとこのさ、 YouTube のマークがさ、ドロッてしてる感じ、すごく泥みがあってゾンビですね、好きです。はよさま、はよさま、ありがとうございます。はよさま、はよさまさん、ありがとうございます。これめっちゃかわいいよ、これめっちゃかわいい。だってさ、ここにいちごちゃんのさ、リボンついてさ、こっちにさ、クロミちゃんの尻尾生えててさ、しかもさ、YouTube 持ってみたいな、やばいな。好きな要素満載すぎて、ありがとうございます。メルタソさん、ありがとうございます。なんか面影がある。こんなに可愛くないけど、全然こんなに可愛くないんやけど、なんかこうパッと見てなんか面影があるというか、めちゃめちゃ可愛い、ありがとうございます、嬉しいよ。悩む悩む。次、モグタロスさん、ありがとうございます。どうしよう。だってクロミちゃん持ってて、モンスターのピンク持ってて、ちゃんと指輪も描いてくれてるの。やばい、これピンクの目だし、こういう色合いとっても好きなので、めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。チャタロさん、ありがとうございます。飛んでる、これ飛んでんのかな、飛んでるみたい、なんかこうピューってなってる、めっちゃ可愛いツインテール、あーやば、最強ツインテールすぎる、これ可愛い、ありがとうございます。シナモンみたいで超可愛い。つくもあまとうさん、ありがとうございます。いる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 、ありがとう、本当に。めちゃめちゃ可愛いし、やっぱこの色合いめちゃめちゃ好き。なんかちょっと暗いんだけどピンクみたいな、いいね、こういうダークな感じもめっちゃ可愛い、ありがとうございます。池田彩音さん、ありがとうございます。髪の毛ピンクなんだけど、めっちゃ可愛い、ありがとう。なんか次の髪色全頭ピンクがいいっていう希望を込めてって言って書いてある、しようかなまいつむさん、まいつむさんのイラストです。なんかもう可愛いでしかないな。この私一番好きな部分がこの口がめっちゃ好き、なんかってしてんの、めっちゃ可愛い、ありがとう。お次、つくもひなみちゃん、つくもひなみさん、ありがとうございます。なんかいちごの国の人みたい、めっちゃ可愛い。なんかちょっといちごちゃんのリボンっぽいやつもついてるし、 YouTube のマークテル作ってんのも可愛いし、ちゃんとなんかリズリーさんのやつみたいなの着てるし、めっちゃ可愛い、ありがとう。ていさん、ありがとうございます。
やばい、1年前のイラストじゃんね、これ。1年前のイラスト、1年前を思い出すイラストじゃんね。なんか載ってるし、載ってるし、よかったね。次、おさらいもさん。おさらいもさん、ありがとうございます。これめっちゃ可愛い、どうしよう。白い網と履いてるし、靴も可愛いし。なんかめちゃめちゃこの全身の雰囲気が超可愛い。うわ、迷う。マルチョさん、マルチョさんのイラストです。あ、やば。このなんだろう、なんかこの、なんだろう、ちょっとペタってした感じの色合い。めちゃめちゃ可愛い。細かいとこまでちゃんと描いてくれてる感じがすごい素敵。ありがとうございます。キズナちゃん、ありがとうございます。キズナさん。かわいい。ここ練乳の服が YouTube になってる。こっち欲しい。こっちバージョンめっちゃ欲しい。かわいいよ。しかも髪色今と一緒にしてくれてる。ありがとう。めちゃめちゃかわいいです。嬉しい。ありがとうございます。メルタさん、メルタさん、ありがとうございます。うわ、赤目じゃん、赤目じゃん。めっちゃかわいいやん。緑の時のインナーだし、セーラー服もめちゃめちゃ可愛い。めっちゃダークな感じがして超可愛い。悩むなぁ。ダーク系にも行きたいなぁ。すごい可愛い。ありがとうございます。奥歯ガタガタ言わせたろかさん。奥歯ガタガタ言いました、この絵見て。めっちゃ可愛い。あ、可愛い。なんか哺乳瓶持ってるのめっちゃ可愛いし、クロミちゃんのね、このね、表情っていうか何、この色合いっていうかもう全部可愛い。やばいな。革命です。ありがとうございます。これはインスタなんですけど、ここからインスタなんですけど、 ID 名前がちょっとわからなかったから ID で言います。 KKB1016MEY さん、ありがとうございます。これなんか今までになさすぎる雰囲気で、なんかかっこよすぎてやばい。なんかあのスプラトゥーンの世界みたいな、めちゃめちゃなんかこうかっこよくてポップで、すごい好き。なのにこのフリフリのがさ、めちゃめちゃさ、雰囲気にやってて、めっちゃ素敵。ありがとうございます。色合いが最高。いなちゃん、いなちゃん、いなさん、ありがとうございます。いなさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。これクロミちゃんの着ぐるみを着た私みたいな。めっちゃ可愛い。しかもちょっと釣り目なのがさらに可愛い。これはもう擬人化したクロミちゃんの女の子みたい。めっちゃ可愛い。ありがとう、本当に。ありがとうございます。では最後、最後です。ハムさん、ハムさんのやつはこれです。きっと多分、きっと多分この子の目には、いや、もしかしたらみんなの目には、私のことがこう映ってるのかもしれない。いや、多分今、この、こうやって立ってるのかもしれない。これ3分で作ったらしいです。カップラーメンみたいな。めっちゃでも普通にめちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。ということで、以上で私が選ばせていただいたノミネートを終了いたします。いやもう、本当にもうめちゃめちゃ可愛いイラストばっかりで、もう選ぶときもうこのノミネートを選ぶだけでもめちゃめちゃ、わ、どうしよう、どうしよう、どうしようみたいな、めっちゃ可愛いな、どうしようってなったし、このね、今回の動画で紹介しきれなかったイラストもめちゃめちゃみんな可愛いので、よければ皆さん、イナナの新アイコンっていうハッシュタグでよければ、ツイッターなど見に行ってみてください。めちゃめちゃ皆さん素敵なイラストなので。ということで、では、この度、イナナの YouTube にて使わせていただくアイコンの方の対象。ちょっと待って。では、今回、イナナの新アイコンに、私が、選ばせていただいた方は、ドゥルル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 ル
何よりもありがとうございます。本当にいやもうあのいっぱいめちゃめちゃすごくすごく悩んだんですけど、やっぱりこう初めてのアイコンということで、こう見た目のパッて映った時の印象だったりとか、こうこれからもっともっとたくさんの人に私のことを知ってもらいたいということから、こうパッと見た時に印象強いというか、可愛いんだけどポップみたいな、その私のピンクの要素とかいろいろ詰め込まれてて、すごくめちゃめちゃ可愛いと思いました。本当にありがとうございます。でも本当に悩みました。本当に悩みました。もうめちゃめちゃ悩んだんですけど、でもね本当にたくさんのご応募ありがとうございました。私もねいつかね、またこういう機会があれば、ぜひ皆さんまたご応募していただけると嬉しいです。ということで今日からひょっこりキハチュンさんのイラストをよろしくお願いします。ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok どれもやっているので、よければフォローをよろしくお願いします。では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 、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。バイバーイ。